はようございます、今日もですね山鹿の試合を見にアルウィンにやってきました。今日は、ホームでの今治戦ということで、まあ、山鹿5月はねあのリーグ戦2試合あったんですけど、今のところ2引き分けということでね、まだ5月勝利がないので、今日5月最後の試合でねしっかり勝って6月に迎えるようにね、今日アルウィンなんでホームなんでねしっかり勝てるように応援頑張りたいと思います。で今日はですねあの J リーグの試合としてはすごい珍しいと思うんですけど、12時キックオフということでかなり朝早いキックオフ時間になってるんですけど、今朝ねあのチャンピオンズリーグの決勝があったので、それ朝早く起きて見てた人も多いんじゃないですかね。まあ僕見てたんですけど、朝4時に起きたんで、で今日12時からアルウィンなんで正直めちゃくちゃ眠いんですけど、まあでも眠くても山鹿の応援はしっかり頑張りたいと思うんですけど、チャンピオンズリーグ決勝は1対0でレアルマドリードが勝ったんですけど、すごいなんか面白い試合でしたね。しっかり少ないチャンス決めて勝つっていうのはすごいやっぱ強いチームだなって思いましたね。まあ、朝早くて眠かったんですけど、朝からチャンピオンズリーグ決勝を見て、で昼間はね山鹿の試合見れるっていうのは、まあ、サッカーファンとしてはすごい幸せなことなんで、楽しみたいと思いますし、まあ、今日勝てるように暑いですけどかなり応援頑張りたいと思いますね。でもう一つ海外サッカーの情報なんですけど、元山鹿の今井智樹選手がオーストラリアリーグ優勝したということで、いやもう優勝おめでとうございます。まあ前田大然選手もね日本代表に選ばれましたし、本当に元山鹿の選手頑張ってるんでね、あの今所属する山鹿の選手たちも本当に頑張ってほしいですし、まず J2 戻れるようにその選手たちにもいい報告ができるように、今日はホームでねしっかり勝ってもらいたいと思いますね。じゃあお昼ご飯も食べ終わったんで今からアルミ入っていきたいと思います。今ね入場ゲートの前にいるんですけど、今選手紹介が終わって間もなくキックオフです。で山がねここまで今順位4位ということで、まあいい位置にはつけてはいるんですけど、5月まだリーグ戦は未勝利なので、今日5月最後の試合なんでね、最後ここでしっかり勝っていい形でね6月に入れるように応援頑張りたいと思いますし、今日勝てば2位以上にねまた浮上できるチャンスがあるんで、まあ今日ホームでしっかり勝てるように僕も応援頑張りたいと思います。じゃあ今からスタジアム入っていきたいと思います。応援頑張ります。今ね車の中戻ってきたんですけど、今日の試合は1対0で山鹿が勝ちました。今日12時キックオフですごい暑い中での試合だったので、まあ選手たちももちろん大変だったと思うんですけど、サポーター見てる側もかなり暑くて大変でしたね。まあ僕もここ鼻日焼けで赤くなっちゃったんですけど、さすがに暑すぎたんで帰りはスタバのストロベリーフラペチーノ買いましたね。なかなか冷たくて美味しかったですね。で今日の試合なんですけど、相手 FC 今治ということで、まあ、初対戦の相手ではあったんですけど、前半の榎本選手のゴールと菊井選手のね山が加入後初ゴールで見事2対1で勝ちました。前半は全体的には山がペースで試合が進んで、
まあ、前半に2得点を挙げることができて、前半リードして折り返すことができて、後半は相手にボール持たれる時間もすごい長くて、で結構気温もかなり暑かったので選手たちもかなり疲れてましたね。ミスとかも目立ってたんで、かなり苦しい時間帯もあったんですけど、それでもまあ集中切らさず後半はしっかり失点ゼロに抑えて2対1でしっかり勝ち切りましたね。でもここ最近ね、リーグ戦では2試合連続引き分けということでね、勝ててなかったので、まあ今日ホームでしっかり勝てたんですごい良かったかなと思いますね。で他の上位陣の試合の結果を見ると、まあいわきが勝ってたり、まあ鹿児島今ハーフタイムなんですけど3対0でリードしてたりしてるので、本当に上位が勝ってる状況なので、山賀も今日しっかり勝ってついていけてることができたので、本当に今日の勝利はでかかったと思いますね。で次節ですね、あの次はアウェイでの鳥取戦ということでね、まあ、鳥取今最下位にはいるんですけど、本当に油断できない相手だとは思いますし、かなり松本からね遠いところのアウェイになるので、なんとか勝ってまた松本に戻ってこれるようにね、あの僕も、まあ、鳥取に応援に行くことはできないんですけど、松本からね応援したいと思います。もう今日は本当朝からね、朝4時に起きてチャンピオンズリーグ決勝を見て、そのままアルビンと山賀の試合だったので、一日本当大変だったので、今から家帰って休みたいと思います。今日アルビン行った人たちもね、かなり暑い中での試合観戦だったので、まあ、熱中症とかになっちゃってる人もしかしたらいるかもしれないので、体調整えてまた明日からお仕事、学校頑張りましょう。本日はご視聴ありがとうございました。